ウエルシュテリアとは、イギリス原産のテリア犬種の一つです。歴史。ウエルシュテリアは、19世紀にウェールズで狩猟用に作り出された犬種です。もともとは、オッターハウンドや、ブラック&タンテリアなどの犬種を交配して作られました。その後、ワイヤーヘアードフォックステリアや、エアベールテリアなどの血も加えられました。ウエルシュテリアは、オターやキツネなどの小動物を追いかけて、穴に追い込んだり、水中で捕まえたりするのが得意でした。また、牧羊犬としても活躍しました。20世紀に入ると、狩猟用よりも、ペットや小ドッグとして人気が高まりました。現在では日本でも愛好家が増えています。外観、ウエルシュテリアは体高約38センチメートル、体重約9キログラムの中型犬です。頭部は平らで長く、目は小さく暗い色です。耳は V 字型で垂れ耳です。鼻は黒く、顎は力強いです。首は太く短く、胸は深いです。背は平らで筋肉質です。尾は高く立てて切断されます。紐は硬くて密生したワイヤーコートで、毛色は黒と茶の2色です。顔や足先などに茶色のマーキングがあります。性格、ウエルシュテリアは、活発で勇敢な性格です。好奇心が強くて知的で、人や動物と仲良くなります。しかし、テリア特有の頑固さや、独立心も持っています。しつけは早めに始める必要があります。また、運動量が多いので、散歩や遊びなどで、十分にストレスを発散させる必要があります。飼い方。ウエルシュテリアは家庭犬として飼う場合は紐の手入れが重要です。定期的にブラッシングやトリミングを行って毛玉や汚れを取り除きましょう。また爪切りや自掃除なども忘れずに行いましょう。食事は成犬では1日2回程度に分けて与えましょう。食べ過ぎに注意してください。健康面では、皮膚病や関節炎などに注意してください。定期的に、獣医師の診察を受けましょう。まとめ、ウエルシュテリアは、イギリス原産のテリア犬種です。活発で勇敢な性格で、人や動物と仲良くなります。しかし、運動量が多くて、頑固な面もあります。紐の手入れや健康管理に気をつけて飼いましょう。